イルメナウは、ドイツ、チューリンゲン州の都市である。都市名には、ゲーテ及び、大学都市を冠している。シュー都イルフルトから33キロメートル南西にあり、チューリンゲンの森の北縁部を流れるイルム川の谷に位置する。イルム軍に属し、軍内では、最大、州内では、第11番目の規模の都市である。イルメナウは、 イルム軍南部の中心地であり、軍庁所在都市ではなくとも、チュ原リン州で唯一、大規模軍所属都市の指定を受けた都市である。最も重要な施設として、イルメナウ工科大学があり、約7000人の学生が登録している。フリードリヒシラー大学イエーナに次いで、チュ原リン州内で、第二の規模を誇る。主要産業は、ガラス産業、機械製造である。かつては、鉱山、 また1777年からは時期が重要な産業であった。近年では観光も重要になりつつある。イルメナウは数世紀にもわたって目立たない都市であった。都市が発展したのは1871年のドイツ、帝国成立以降の工業化によるものである。他の新連邦州と同じく、イルメナウも1990年の変革以降、工業からサービス業へと、 産業構造の転換を図っている。ゲーテの時代、またそれ以後数十年にわたって、バイマールの名詞に人気の遠足や休暇の地であった。第一次世界大戦までは温泉保養地でもあった。ベッツラーとの姉妹都市提携を記念する名盤イルメナウは以下の都市と姉妹都市協定を締結している。過去には以下の都市とも姉妹都市協定の計画があったが、 締結に至らなかった。ベボケアンデアゲメインデンホームツーリングランディゼムトフィワ、スタチスティックハット、ダテンデアユニバーサタットアルマナウアウフィアラーホムペ、ハットスタットアルマナウ、パートナースターテ。ありがとうございます。